も始まりました。小学校3年生社会科応援番組。街へ飛び出そう。略してマチトビ。マチトビ。おーいです。応援団長のカビラ J です。J です。よろしく。今日もガンガン行くよ。はい。そしてそうです。実際に街に飛び出して体を使ってリポートしてくれるのはこの2人。あかりちゃんとツッチー。イエス。おーや。いつも明るいあかりです。そしていつでも街の人気者ツッチーです。本当かな。さあ今日も、はい、ガンガン盛り上がっていくよ。いきますか。飛び出していきます。はい、それでは早速今日の今回のテーマはこちら。街を紹介できるかな。でノッポさんだ。これ置いといて置いといて置いといて。街を紹介できる、うん、じゃあちょっと待って。ちなみに2人はちゃんと自信を持って、はい、僕に自分の街を紹介できますか。もちろんです。任せてください。自信ある？あります。じゃあちなみにツッチ、小学校3年生の時の自分の街ちゃんと紹介できる？もちろんです、はい、山梨県の白根町というところなんですけれどもね。いやそれ言い方がなんか自信持ってるだけであって。いやどんな街なの？自然が多くて星が綺麗。いや僕のふるさと沖縄も星綺麗だよ。いやきっと沖縄より綺麗だ。本当に？はい、星が綺麗だ。あ、星が綺麗。そうなんです。まずそれなんだ。はい、わかりました、はい。じゃあ、あかりちゃんはもう任せくせダメだね。もうツッチーは深く行かないと。深く行かないと。私は香川県の江南町っていう町なんですよ。香川県、はい、はい、ここはねやっぱりね讃岐うどんがもうこうツツッと美味しいんですよね。うどん、うどん、はい、あとね、そう、来た、空港があるんですよ。飛行機。あ、空港。うどんと飛行機。うん、そしてうどんと飛行機、うん、そういうこと、うん。あ、分かった。もう終わり？じゃあ、終わり。じゃあ、ちょっと待って。変わんないじゃん。テレビの前のみんなもちゃんと自信を持って自分の街を紹介できるのかな。この番組は1年後みんなが自信を持って自分の街をちゃんと紹介できるように、僕たち一緒に街を飛び出して頑張っていきましょう、はい、説明できるように。そうです。僕たち、あの、応援するから一緒に飛び出しましょう、はい。さあそれでは問題なのが、はい、みんなおそらくテレビの前のみんなも街に飛び出して探検するのは好きだと思うのね、うんうん、だけど問題はじゃあどうやってどこを何を手がかりは一体どこにあるのか、そこが問題だと思うのね、はい、難しいと思うの。問題は手がかり、はい、今回のツッチの手がかりは何でしょう。ボクシンですか。はい、ボクシンの今回の手がかりはこちら。建物で見る。建物で見る。建物形から行きましたね。そういうことです。形から入りました。なるほど、はい、これはですね、はい、街を歩いてみて目立つ建物を目印に調べてみたんですよ。あ、いいねいいね。 それポイントポイント、はい、早速 VTR どうぞ。東京から新幹線で2時間、電車を乗り継ぎやってきました。こちら岐阜。さあ街へ飛び出そう。チェキラー、にぎわってんなーい。岐阜にはですね、目立つ建物がいっぱいあるんですよ。町の中心でまず見つけたのがこれ。これは市役所だな。市役所、市役所。失礼しました。風かな。あ、これは目立つ。黄色いお屋根が目印です。ドリームシアター岐阜。何の建物なんだろう。さらにですね、この市内電車に乗ってちょっと遠くまで足を伸ばしてみることにしたんです。なるほど、まだまだありそうだね。はい、これは遠くまで行けそうだぞ。これは橋だな。橋、橋だぞ。橋だ、橋、橋が立ってる。あ、川だ。お、川、川、出てきたのは河原。そうです、町の中をですね、大きな川が流れているんですよ。あ、これもちゃんすごい目印になるんじゃない。はい、ですからですね、今度は川沿いに歩いて目立つ建物を探してみました。なるほど。むむ、これは、小学校。その通り、運動場広かったですよこれ。よし、もうちょっと行ってみよう。小学校の近くでですね、大きな建物を見つけました。なんだろう、なんだろう。これは野球場です。あ、いいね。はい、そのすぐ近くでですね、はい、もう目立つところじゃないってものを見つけちゃいました。川のほとりにそびえ立つ丸い球体、そしてぽっかりと開いた四角い穴。これはまさか、まさかこれは秘密基地かな。重い。これ何なのこれ。これ重かったんですけどね。担いでないよ。国際会議場っていう会議場だったんですよ。会議場ね、はい、しかし岐阜は目立つ建物多いね。面白い。いやー、しかしよく歩いたけど、いまいちどこに何があるのか、自分もどっちから来たか分かんねえな。
ダメだ、歩いてるだけじゃダメだ。どうしよう。あれ、あんなところにお城が。ピピーンと来た。あのお城に登れば何がどこにあるのか分かるかもしれない。行ってみよう。おお、気がついたね。お城の上からなら今まで見てきた建物が全部見えるんじゃない。さすがジェイさん。そうなんですよ。そう思ってやってきたのがこちら、岐阜城です。もしかしてこれ登っちゃったんじゃないの。これはすごいな。おうわほんとすごいよこれ。どうですか、これ。これほんとすごすぎる。全部見えるよ。遠くの雪かぶった山まで見えますよ。気持ちいい。あ、これはですね、さっき見えた小学校です。さっきはすごく運動場広く感じたんですけどね。あ、右下にあるのが会議場ですね。あの右下の丸いのが。そうです、そうです。はい、はい、それからその近くに野球場です。これですね。なんか陸上競技場もあるね。そうです。そしてこれが電車で渡った川。ずっと戻っていくと最初に歩いた岐阜駅の近くです、この辺。あ、これよくわかるよ、ここからだと。あ、もしかしてあの黄色いお屋根のドリームシアター。その通り。はいはい。そして市役所。市役所。あ、ごめんなさい、また失礼しました。はい、お城に戻ったらですね、お城に登ったらですね、どこに何があるのかがバッチリ分かっちゃいました。そこで絵に描いてみたんです。あ、えらい。はい、岐阜にはですね、目立つ建物がいっぱいありましたよ。川みたいにこう目立つ地形もありましたしね、うん、そして最後に高いところから見て街の様子がもう手に取るように分かりましたね。なるほどね。そこだよね、ポイント。何最後に書いていたジェイさん、うん、地図見ますか。ジェイさん、これがその地図です。天使から書いていた地図。これはでも、いや、結構分かりやすく書かれてるんじゃない。そうでしょ、うん、これポイントだよね、はい、これ大事なポイントを押さえました。あ、はいはい、高いところから自分の街を見る。そうするとどこに学校があったり、病院はどこにあるのかとか、はい、全部見えるわけでしょ。そうなんですよ。これナイスポイント、ありがとうございます。だけどね、はい、ああやってお城みたいにすごいところから見なくても、例えば自分の学校の屋上だとか、よくあの行く、なんだろう、丘の上の公園、はい、山の上の公園、はい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 、そこからでもいいんですよ。そうですよね。身近なところから街を見ていく。あれ、あ、グーサイン出た、グーサイン出た。さあ、あかりちゃんはどんな手がかりなんでしょう。もう任せてください。私の手がかりはこちらです、はい、人の動きで見る。さっきツッチは建物できましたね、うん、そうです。今度はあかりちゃんは人。人なんです、はい、人の様子から街がどうなってるのかを探ってみました。オッケー。やっぱりツッチにはもう負けられません。なんだって、はい、この私の鋭い味方で迫ってみましたので、 VTR スタート。この人、ここ新宿駅なんですけれども、なんでこんなに人がいっぱいいるんだろう。前からずっと気になったんですよね。なんでだろう。ここは東京の新宿駅。毎日たくさんの人が乗り降りしている大きな駅なんです。なるほどね。そこで人の動きをよく見ていたら面白いことに気づいちゃったんですよ。朝8時、なんとよく見ると降りる人ばかりなんですよ、 J さん。それに比べて乗る人は少しだけ。本当だ、奥の方ね。人数が違うね。はい、そこでちょっと降りる人に聞いてみちゃったんです。すいません、どちらに行かれるんですか。あ、会社ですか。会社です。どちらに行かれるんですか。会社ですよ。会社ですか。ございます。どちらに行かれるんですか。どちらか分に会社。あ、会社ですか、うん、会社はどちらに。西新宿。すぐそこですか。降りる人の多くが会社と答えてくれたんですよ。そこでその人たちについて行ったら、ジェイさん見てほら、大きなビルがいっぱい。もうビルばっかりだね。そうなんですよ。朝新宿で降りる人が多いのは会社や仕事場が入ったビルがいっぱいあるからなんですよね。そして再び駅に戻って観察を続けてみたら、午前10時頃、
なんと降りる人が変わってきたんですよね。分かった、女性が多くなった。その通り。ビンゴ。はい、そこでまた聞いてみちゃいました。こんにちは、これから何しに行かれるんですか？ちょっと買い物なんです。あ、お買い物、はい、これから何しに行かれるんですか？ちょっとデパートデパートに。こんにちは、これから何しに行かれるんですか？デパートへ。デパートへ、お買い物ですか？はい。あ、今日は何を買われるんですか？子供服を。あ、お子さんの。はい。確かに新宿の街を歩いてみるとお店やデパートがいっぱいあるんですよ。そこで降りてくる人を調べてみたら、新宿が会社やお店の多い街だってことが分かったんです。本当だね、店ばっかり。そう、でも会社やお店に来る人たちは一体どこから電車に乗ってくるのか不思議に思ったんですよ。それじゃあ今からこの電車に乗って調べてきます。行ってきます。というわけで新宿から郊外に向かう電車に乗ってみることにしました。あ、これよく見てみると、どんどん風景が変わってくね。そうでしょ、いや、団地がいっぱいある。ほらほら。そこで新宿から急行で約40分、終点に近い駅で降りてみることにしました。そしたらね、じいさん、ご覧ください、こちら。これは何？団地とマンションのパレード。多い。すごいでしょ。新宿で降りてくる人たちの中にはこの辺りから来ている人も多いかもしれないと思ってしまった私なのでした。お疲れさんでした。はい、というわけでですね、人の動きで新宿という街がどんな街かっていうのが分かったんですよね。なるほどね。はい、新宿は会社やお店が多い街、そしてですね、なんと終点に近い駅では、いっぱい人が住んでいるってことも分かったんですよ。そこです、いいところに目をつけました。しかし頑張ったね、ずっと長く改札を見ていると人の流れとか全部分かってきて。そうなんです。そして また頑張って今度は電車に乗って、ずっと人たちはどこに行くんだろうって見てみると、どんどん風景が変わって街が変わっていく。そうなんです。ここなんですよ。今回の土は、それ形から行きましたね、はい、行きました。建物、建物から行きました。地形、はい、そしてあかりちゃんは人の動き、はい、その2つ合わせるとまたもっと街がどん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 上がってるんですね。でも両方でもいいですよね。あれですよ、1人とか1グループだといろいろな見方をするのはちょっと大変じゃないですか。そうだね、はい、甘いね、ツッチー。甘い甘い。それはですね、やっぱりグループとかでね、大勢でやると、アイデアがいっぱい出てきて、リポートの仕方も変わってくるのよ。みんなでっていうこと、そっちの方が楽しいしね。なるほど。グループ交際大事。そうですね、大事なことです。大事。そして出来上がったリポートをこの番組に送ってくれると、今度僕たちが嬉しいです。嬉しい、はい、嬉しい。お便りコーナー。さあ、街飛びはみんなからのレポートをお待ちしております。今日はどんなレポートでしょうか、あかりちゃん。はい、今日は三重県桑名市立大成小学校のみんなからのお便りです。ありがとう。みんなですね、4箇所も探検して調べてきてくれましたよ。ほら、こちら見てください。ははは、この食品工場、これうどん作ってるところですね。あ、本当だ本当だ、うどんだ、はい。そしてこちら、こちら漁港ですね。あらら、この辺はね、ハマグリとかシジミがよく取れて、この日は貝と石を分けてるところだったんですね。素晴らしい、すごいいろいろ調べたねこれね。はい、はい、そして今回もう一個ありますよ。もう一個あるんです。はい、ご覧ください、こちらです。鹿児島県の由比小学校のみんなからのお便りです。ありがとう。みんなの町は奄美大島にあるんですけど、その町の地図を瀬戸内地図を調べてくれました。はい、茶色いのが山、で赤いところが賑やかなところですね。さあ、大成小学校、そして由比小学校、素晴らしい地図をありがとう、Thank you. さあ、次回の町飛びはですね、こんな地図が欲しかったということで、地図作りの秘訣をみんなに伝授していきたいと思います。というわけで、どんどん町に飛び出して楽しもう。 Have a good day. 今日はこの辺で、バイバイ。街飛び、サボカー。